皆さんこんにちは、吉峰幸喜です。マブラブの発売から12年、マブラブオルタネイティブはそうですね、9年ぐらいですね。ファンの皆様に支えられて、マブラブのシリーズは今でも、まあ、おかげさまで続けることができております。本当にありがとうございます。で、昨今の、世界情勢とか、そのね、社会がすごいスピードで目まぐるしく変化してます。その中に、ね、置かれている今を生きている若者たち、そういった若者たちが直面している現実っていうのは非常にやっぱり、過酷だし、切羽詰まっている部分もあると思います。だからそういう今だからこそ、マブラブやマブラブオルタネイティブで我々が発したメッセージやテーマっていうのは今こそ、世界にきちんとした形で、発信するべきだなと、そうすることが、僕らが作ったもの、僕らがものを作り手として、まあ、人類というもの、大げさに言えば人類というものに対しての貢献するためには、まあ、そういったものをやることが今我々の使命なんだなということを、強く感じております。マブラブのシリーズは、日本国内専用に作られたソフトなんですけども、なんとですね、世界のいろんな国々から応援のメッセージや、例えばローカライズの要望なんかをたくさんいただいてます。それはね、本当にすごくその皆さんの情熱っていうのはもう本当我々スタッフにとっては嬉しいことなんですけども、ただすごい大きいプレッシャーにもなってました。この数年やっぱ国内専用に作られた、日本用に作られたものなので、やっぱりその国のその倫理観だとか、法律だとかいろんなものを考えなきゃいけない、まあ、そういった壁に阻まれて今、これまでずっとマブラブというものは、正式にはローカライズされてきませんでした。ただですね、そんな我々に対しても、ファンはね、温かく支えてくれまして、例えば、各国の有志の皆さんが、自発的に、翻訳して、そのローカライズパッチを当てて字幕を作ってくださったり、例えば、17,300本ぐらいかなのアドベンチャーゲームの、を投票でこうランキングしたりするですね、ザ・ビジュアル・ノベル・データベースという、まあ、有名な、世界各国のファンが投票するサイトがあるんですけども、そこでですね、初登場以来ずっとその最高得点で、首位を、ね、独走させていただいているとか、まあ、そういったですね、本当にいろんな形で圧倒的に我々をこう支持してくださる結果というのを、ね、見せていただいていきます。で、我々はやっぱそういう皆さんの情熱を受けてですね、その、まあ、本当にマブラブでいうと主人公のタケルのようにですね、皆さんのその絶対的な応援が僕たちにですね、こう不可能の壁に挑戦するような、そういう勇気を与えてくださいました。で、時間の経過も、僕らの味方をしてくださいましてですね、やっぱり今、ファンがマブラブファンだった関係者のスタッフと今一緒にこうやって出会って、それで、イクストリー、あとデジカさんというね、で心強いパートナーをと僕らをこの時間が巡らわせてくれて、キックスターターというね、またこれは当時なかった新しいそのやり方を僕らが得たことでですね、これまで自発翻訳とかそういったことをやってくださった海外のファンと一緒に僕らは、歩んでいける新しい手段とその道が開けたと思っています。果てはここで、ローカライズの次に先、もっと先未来を見たときに、マブラブそのもののアニメ化や映像化につなげることができたらなと僕らは、考えているし、そういう希望で、胸がワクワクしています。マブラブプロジェクト、マブラブのこのローカライズするプロジェクトが、皆様と共に、歩んで成功することを僕も、望んでます。なので皆さん応援よろしくお願いします。吉峰幸喜でした。光を回れ。
クラビティ。肩の荷は降りない、こびりつく地層のように、ライトかヘビーかいなか、そんな問いもなきものに、対岸の価値なのに、その身を削るほど姑息なる偽善者の思い込み、ディセルフィー。いっそ枯れ落ちた枝は枯れ無重力状態、いつか訪れ特別な瞬間、浮遊してもまだ I can say、 むき出さいとへと駆け出す二刀へと、孤独を悟る隙間は痛いけど、何回だって知ったって何回だって立ち上がって、上昇しては散る速度には神を任せてるんだぜ。